三段義春は、京都自治経済協議会理事長、京都ファンド会長、京都信用金庫職員会議常任顧問を務め、京都の政財界に絶大な影響力を持ち、京都のフィクサーと呼ばれた。京都府福知山市、伊崎出身。生家は裕福な休暇であったが、小学4年生の時に父を亡くす。以来、母が駄菓子屋を始め、山段と姉一人妹二人を養った。 小学校卒業後、川西航空機の技術養成所で飛行機のケーキ製造法などを身につけた。1947年に京都に出る。京都府警の警官となり、西陣警察署に配属。金閣自発出所詰めを経て、東舞鶴に転勤。ソ連からの引き上げ者の思想調査を担当した。朝鮮戦争の前年にあたる1949年、京都に戻って、 負の障害家に席を置き、新中軍の施設警備に当たり、通訳だった後に東映プロデューサーとなる、春藤博と知り合い、娘の藤純子との交友につながる。時代が下り、接種が解除されてからは、共産党を中心とする左翼や、非合法活動に対する情報分析の任についた。府警を退職後、元府警本部長の秘書に展示、1957年に、 河原町や寺町、新京国を中心とした商店主たちの税金対策、労務管理の相談所的性格を持つ京都自治経済協議会の前身となる京都商業経済協議会を設立。同会は、府警や検察、京都市 OBE で組織する星峰会を中核に、三木、神話の三部会を置き、主に京都信用金庫や京都銀行の融資先企業の 経営者並びにその幹部社員を会員として、山団の講話のほか外部講師が、時事問題を話す例会のほか、ゴルフコンペや研修旅行を開催。山団は、同協議会を足場に、山団人脈を形成していく。1970年頃、共信で大倉省からの天下りの理事長と創業家の後取りである、坂木田岸夫副理事長との間で、 人事構想が勃発。山団が紛争解決に奔走し、当時大倉大臣であった福田武雄などと話をつけ、坂木田は理事長に昇格した。この一件を機に山団は教師に深く関わるようになり、坂木田からの後押しを受け、教師が融資した先の担保物件に火災保険を付与してその財産価値を守るための損害保険代理業である。 京都ファンドを設立。同社は保険代理業が表向きであったが、山団は金融機関の経験だけでは解決できない問題を解決し、行政や地域の住民組織と連携を深めるシンクタンク機能を付け加える。また労働組合に代わる組織として、京都信用金庫職員会議を結成。常任顧問に収まる。1973年、経銀の視点で、 導入預金事件は発覚。不敬、捜査二課と下鴨署が捜査に乗り出す。この際、山段は勝手知ったる警察の意向を先読みしながら、警銀に対応の仕方の知恵を課し、過不足ない情報提供と捜査協力を指導。支店長は逮捕され事件は解決に向かう。この事件後、警銀の幹部は山段に傾倒し、事件で山段と関わりを持った者は、 こぞって、京都自治経済協議会のメンバーとなった。京都新聞グループの近畿放送が1982年に増資するにあたって、山団が京神と議銀に協力を要請。双方は求めに応じ、資本参加するとともに、トップが役員に就任した。1983年に、オーナー社長の白石英二が休止すると、KBS 京都に、 多額の母外債務があることが判明した。専務から後継社長に就いた内田和隆は白石の側近であった自身が問題を解決に当たるにふさわしく、また白石未亡人や京信に対して今後の発言力を強めるためにそれが最良と考え当初は山田を頼りにしていた。だが山田は親会社である京信にも 責任の一端があるから力を借りるべきだと主張。また KBS 京都の副社長も山団の意見を支持し、さらに、K 信は母外債務の責任を認めず、挙句、内田に解任要求を突きつける騒動に発展した。思い余った内田は、虚栄中に応援を求め、中でも山団をとりわけ邪魔に感じて、何とかしてほしいと頼んだ。この後、山団と元は直接会談を持ち、 緊迫した局面もあったが、山団、元、内田の三者は協力関係を築くことで一致。山団は人的、資本的により深く KBS 京都に深く関与していく。1989年、山団時計銀頭取は、KBS 京都社長に福本国を招き、それに、竹下登の女性、内藤武義も従い常務社長室長に就任した。 福本は山団の KBS 京都を正常化したら京都新聞に合併させるとの構想に沿って動き出す。だが、内田 KBS 前社長が糸満事件に絡んで大英ファイナンスから受けた融資の担保に社屋や放送機材が設定されていたことが判明。福本は放送免許返上も辞さない構えを見せるが、ーソの猛反発を呼んだのみならず、 京都唯一の民間放送局を守ろうとの掛け声の下、リスナーやパーソナリティも参加しての広範な抗議運動にまで発展することとなった。結局、1991年6月に糸満事件で k b s 京都が強制捜査を受けた後の株主総会で福本は社長を辞任。k b s 京都もこれら事件の影響により、1994年9月に 経営破綻した。KBS 京都で騒動が持ち上がった頃、K 銀株は指定線の標的とされ、ノンバンクの愛知に買い占められていることがわかる。焦る K 銀は山段になんとかならないだろうかと助けを求めた。相談を受け、山段は愛知を相手に交渉ができる者は元ぐらいしかいないと判断。元に株の買い戻しを依願した。また買い戻しにあたっては、 巨額の資金が必要となるが、銀行が、この種の資金を用意することも元に融資することも、できないため、共振系列のノンバンクである、京都ファイナンスが経銀の代わりに融資した。これをきっかけに、山段は元に狩りができ、また、貸した金を回収するため、元の他のプロジェクトを応援せざるを得なくなった。他方、元も山段に、いつまでも迷惑をかけるわけにはいかないとして、 金儲けに奔走するが、バブル景気もすでにピークアウト化していたため、元は糸満との深みにはまっていく。そして、糸満事件の発覚で、京都ファイナンスの大口貸し出し先や不良再建の状況が解文書としてばらまかれるに及んで、同社に融資していた金融機関は相次いで手を引き、山段は決定的な痛手を受けた。山段は、 歴代京都市長の誕生にも多大な影響力を行使したほか、野中博武が1983年の衆議院旧京都肉補欠選挙に打って出る際には、後援会長の人選に尽力。中央政界への進出が遅れた野中を気遣い、福本に支援を要請した。労働組合の幹部や部落解放同盟の浅田、善之助とも進行を結び、百九十七年に、 同京都府連合会委員長の駒谷きが、次元立法であった、地域改善対策特定事業、財政特別措置法の期限延長のため、奔走している折には、山田が、竹下の弟で秘書だった、竹下渡を京都に招き、事前協議を持った上で、党に陳情した形にして、期限延長を図ることに協力した。このほか、芸能人の世話も焼き、 新中軍キャンプ時代に親しくなった春藤博を通じ、鶴田浩二や高倉健、菅原文太、松方弘樹などとも親交を深めた。また都市党の娘の藤淳子と婚姻であることはことを待たないが、これは女優としてではなく、彼女が京都女子高校に入学する際に保証人を務めたことにゆえんし、藤は京都で助力が必要な際には山団のもとを訪れた。 また、中京区社会福祉協議会会長も務めるなど、社会福祉活動にも尽力した。糸満事件の発覚後、山団はお金を自由に動かせなくなり、1996年4月には、当時の共振理事長と意見が対立。翌年の初頭には、職員会議も解散となり、共振との関係も途絶える。1999年3月、 山団が府警の内部情報を提供してもらう。見返りに、1996年から翌年にかけて、数回にわたり、五上署の警部補に物品を提供した、贈賄の容疑で逮捕状が出るが、1999年3月19日、入院先の病院で死去した。68歳没。同年6月、京都地検は、書類送検されていた山団を不起訴処分とした。 ありがとうございます。